ちは、徳仮面です。今回紹介するのは、こちら、ミニサキボソケンジです。それでは中を取り出してみます。こちらにスプリングがついてますので、非常に扱いやすいです。金属部分はハイカーボンスチールで、持つところは塩化ビニール樹脂でできています。それでは実際物を挟んでみます。持つ部分はスベリ止め加工がしてありますので、非常に持ちやすいです。掴む部分の内側はギザギザがなくツルツルしています。先端部分の厚みは約3ミリです。根元付近の厚みは約7ミリです。通常のラジオペンチなんかと比べるとかなり細いです。電子機器などをいじっているとどうしてもネジなどが手の届かないところに入ったりします。こういった感じに先ボスペンチがあればすぐに取れます。簡単です。こちらのちっちゃいネジも入れてみます。取れます。取れます。ちょっと開いてしまいました。なので通常のペンチでは取れない場所であっても、こちらのミニ先ボスペンチであれば簡単に取れたりする場合があるので、非常に便利だと思います。今回の紹介はミニ先ボスペンチでした。